さあゴングが鳴りました。約1年半ぶりの対戦、前に出ますね。はい、庄司がいきなり仕掛けていく、前に出る。まあ、もちろんその庄司さんもこれをそれを分かってるからこそのこの詰めていくって、小さく詰めていくっていうのをやってますし、また詰めた、右で返しました。そしていいです、ね、テイクダウンか。運動能力高いですよね。ついに取りました。いや北尾さん、しかし横田スピード速いですね。そうですね、はい。そしてまあ熊久保さん、はい、この距離詰められた時にですね、横田がパンチで返すんですね。そうですね、すごい横田選手はやっぱ全体のスピードもあるんですけど、ハンドスピードともやっぱ速いですよね。はい、でもいいですよね、よく見てますよね。なるほど。さあ右脇を深く刺している。ここから倒しに行くのか。横田頭をつけています。頭を低くして、そしてこの相手につけています。倒すか倒すか。庄司もこの倒されて立つのは得意にしております。首を取っている。組みましたね。ギロチンも結構得意なんですよね、庄司さん。はい、しかし圧力で前へ出ます、はい、相手の肩首筋のあたり顎を乗せて抑え込んでいきます。あ、ちょっと立とうにも状態を抑えられてるから厳しいですね。そうですね、なかなか立てません。上手ですよね、上のバランス。はい、あ、立つか立つか。いいと思います、いいと思います。はい、立ちました。よくやりましたね。あ、無理しなかったとも言えるんですけれど、はい、前出ます。また距離を詰める庄司。庄司が前出る。でも前ほどあれですね、前でもらわなりましたよね、庄司選手。はい、はい、まあ多少逃げる、多少は引きます。逃げるか、はい、打ち合いになった、打ち合いになった。さあ右、あ、ちょっと表情変わりましたね、はい、庄司がラッシュをかける。膝いいですね、庄司さんにとってはいいと思います、はい、横田さん組んでごまかしていいと思いますね、あ、やはり組んできました、やはり組んできた、組んできた。横田はもろ出しになりました。ここで第1ラウンド終了。試合はいよいよファイナルラウンドへと向かいます。最後の5分間が始まりました。庄司が前出る、また前蹴り、前蹴りで迎え撃つチャンピオン。庄司前出る、組んでいきました。庄司が、いや失礼、横田が刺します。一回分かれます。タックルか、片足。いやしかし熊久保さん、はい、ファイナルラウンドでもまだタックルいきます ね、 そうですね。しかも打たせないですよね、横田選手。これ横田にとっても庄司のこのスタンドの圧力というのはだいぶ楽になってきましたかね。どうでしょう。そうですね、若干やっぱり圧力を弱まってると思うんですよ、はい、はい、プラス2ラウンドあまり決まらなかったら前入れまた決まってそうですね、はい、あとは足を滑らした、滑らしたね、あとそして今度はショット。いいですね。あ、背中をつけるか、背中をつけるか。際の際が2回ありましたね。はい、まあ、両者ともおそらく消耗があるはずです。かなり汗もかいてきました。一瞬の、まあ、油断というのが命取りになります。すごい展開つくのが早いですよね、はい、はい、ここも、まあ、相手同タックルに行ったままある程度これブレイクを取っています。庄司が自分のペースを掴んでくる、失礼、横田が自分のペースを掴んできます。引っ込んできました。お尻をつけました。庄司立ち上がりたい。しかし熊久保さん、はい、またここで抑え込みの強さですね。そうですね、上からもちゃんと抑えてますしね、立ち上がらせないんですね、はい、横田の強い抑え込み。コーナーを背にしています庄司。場内からは大きな庄司コール、あるいは横田コールも聞こえる。バックちょっときそうですね。はい、庄司は立ち上がる。ここはしつこくいきます。横田しつこくいく。北岡さん、徐々にこれは横田のペースになってきましたか、はい、そうですね、この距離詰まって止めてる状態は横田さんのペースですよね、ずっと。はい、投げるか、差し返すか。庄司、横田クラッチつながっています。いいですね、ロスはあるかとは思うんですけど、
それでもこの展開ずっと続けられますからね。はい、ちょっと苦しくなってきました庄司。序盤のようなまた圧力をかけたい。詰めていく詰めていく、殴って殴り倒すというのが庄司のおそらくこれは勝ちパターンでしょう。あー、しかし組んでいきます、横田が組んでいく。いいですね、横田さん徹底してますね。はい、まあとにかくしつこくいきます。これで3ラウンド庄司の持ち味が殺されています。そうですね、まさにもうちょっと勝ちたいという感じですよね。はい、打撃全然出してもらえないですからね。さあまた前出る、この前に出たところにすぐにこの脇を刺されて組まれてしまう。おそらくこれは熊久保さん、はい、庄司の消耗もあるでしょうね。相当ありますね、やっぱこの組まれて押し込まれてるということでさらに消耗もあると思うんですよね、はい、庄司選手の方に。そしてテイクダウンの仕掛け、まあ、テイクダウンを狙って抑え込んでいく、はい、まあ、このルールだと、まあ、ブレイクはかかるので、はい、ブレイクのタイミングも少し早く少しずつ早くなってきましたよね、まあ、はい、あの攻防が先がないっていうことだからだと思うんですけれど、まあ、でも繰り返しこうやっていくのは素晴らしいですよね、はい、北岡さん、かなり挑戦者庄司手詰まりになってきましたが、そうですね、段階策はどうすればいいですか。そうですね、まあやっぱり蹴りかなと思います、はいはい、蹴りですよね、はい、混ぜたいですよね。追いかける追いかける、さあチャンピオンを追いかける、パンチから蹴りとか、ね、残り時間が少ない、蹴り膝、はい、ボディーゴロー前蹴り、残り時間がない、庄司前出る、しかしチャンピオン前蹴り、横田さんポイントアウトじゃないですかね、はい、ここはあとはもう逃げ切り体勢だ、パーファレコング試合終了。勝負は判定決着です。いやなんかあれですね、お互いの持ち味が出たいい試合でしたね。いやこれは本当にいい試合だと思いますね、はい、はい、まあ、オラケンホール結構お客さん残ってますし、価値分かってくれてるんじゃないかなと思いますね。はい、まあお互いのその持ち味がよく出た。そして北岡さん、この1ラウンド、2ラウンド、3ラウンド試合の移り変わりが見ていて非常に、はい、まあ、面白かったですね。庄司さんもあの前線と比べて工夫も見えましたし気持ちも見えましたし、あの素晴らしい運動量で勝負してましたね、はい、はい、あのでも横田さん の3ラウンド前で出ていく姿勢は素晴らしかったですね、自分が知ってる限り横田さんのベストバウトじゃないですかね、これは。さあそれでは判定が発表となります。ファイブジャッジ制です。ジャッジ1番、赤横田。ジャッジ芹沢、赤横田。ジャッジ大城、赤横田。ジャッジ福田、赤横田。チャンピオン初防衛に成功、判定は5対0、横田和則がフェザー級王座防衛に成功しました。いやこれはもう文句なしでしたね、はい。